史上最強最悪の罰ゲームをご用意しました。これはね、辛いと思うよ、うん、4! 7になったので勝ちだね。マンモスの牙ゲット。よっしゃ、ということでマンモスの牙ゲットです。7ポイント、イエーイ。全員が持っている銅のコイン、銀のコイン、金のコインを全て奪う。あら、パパも。はい、回収でございます。うわー、奪われちゃった、エシン君に。はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。ういドラえもん立体地球大探検ゲームです。はい、ということでこちらですね、ドラえもんのボードゲームなんだけれども、なんと立体なんだね、これね。すごい、すごい、初めて見たこんな商品で、ね、うん、下の層から上の層に上がってって、またさらに上の層に行ってって、一番上がゴール。すごい、すごい楽しそうなボードゲームですね、うん、じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。ういはい、ということでセット内容こんな風になってますね、うん、じゃあやっていこうか、うん、そう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 、一瞬も枯れた、よいしょ、これ柱 1? 柱 1, 柱 1, 柱 1、 OK、 地上止まった、よし、止まった、 OK、 よいしょ、はい、OK、 止まった。そしたら惑星の輪を取り付けて完成かな、うん、あ、これで完成。はい、こちらがドラえもんの立体地球大探検ゲームの立体のボードゲームですね。出来上がった、出来上がりました、すごい、すごい、すごいな。基本的にはですね、スゴロクと一緒だね。そうだね、スタートマスがここにあって、このキャラクターをここに置いてね、うん、進めていくんだけど、これがルーレットになってます、うん、この上にね、ボールを入れてみると、下にボールが落ちて、そう、ここにね、6つのマスがあって、進める数字が書いてあるんだね、うん、で、これの場合は1ですね、あ、うん、で、そこに書いてあるマスの指示に従うんだよね、うん、ステージに分けて、お宝カードってありますね、うん、お宝カード、ちなみに回転ステージでもらった場合はこんなカードがもらえますね。お、どうのポイント、そうだね、で、右下にポイントが書いてあるでしょ、うん、これの場合は2ポイントなんだけど、このポイントが結構重要だね、うん、ゴールした時にこのポイントが多いプレイヤーの勝ちになります。海底ステージバーって進んでいくと、なんとボスがいますね。この2つどっちか、そう、ボスで、どっちかバトルして勝つとですね、うん、お宝カードレアってのがもらえるんだね、うん、で、バビルショットの脱出成功すれば地上エリアに進むことができるね。ここ次の階からここに行く、そうだね、で、こんな感じでどん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 上に上がっていくわけです、うん、で、プレイするときに最初にもらえるですね、この秘密道具カードってのがありますね、うん、これ5枚ずつもらえるんだけど、このどこでもドアの場合は進行時が1から4マスの間ならどこでも止まれる。そう、だからルーレットを引かなくても、うん、好きな位置に止まることがこのカードを持ってればできるわけだね。お、他の要素で面白いのはこれね、うん、落とし穴、なんとここに行ってしまうと下のステージに落ちてしまいます。やり直しになっちゃうな、これこっからやり直し、うん、これ結構きついよね、うん、うん、あともう一つ面白いのがこれ、隕石、隕石も隕石マスに止まることで、このプレイヤーがね、どこかから落とすことができるの。あとはね、謎のトレジャーハンターとか謎の少女っていうのはこのチップがありますね、うん、こういうマスに止まるとですね、うん、もらうことができるんだけど、そうするとね、ボスのバトル時に有効になってですね、うん、はい、そしてキャラクターマスっていうのがありますね、うん、こんな感じね、キャラクターがここに止まって、スネ夫だったらっていう効果があってね、こっちのび太くんだね、のび太なら助けてドラえもんと泣いて、ドラえもんと同じマスに行けるんだって。そうそうそう、面白いよね、うん、こういういろんな効果がありますね。もちろんしずかちゃんもあるし、ジャイアンいいじゃん、これジャイアンだったらさ、他の人からカードを奪えちゃうんだよ。で、最終的にここがゴールになりますね、うん、ゴールした人は幻の惑星カード、この幻の惑星カードをゲットできるんだけど、2番目以降にゴールした人は6を出せればこのカードを奪うことができますね、うん、最終的に全てのプレイヤーがゴールに到着して、うん、手持ちのお宝カード、うん、それの合計ポイントが高い人が勝ちになりますね。だったら絶対最後のカード有利だね。15ポイントは大きいよね、はい、ということで史上最強最悪の罰ゲームをご用意しました。これはね、辛いと思うよ、うん、罰ゲームについては後で発表しますね。はい、はい、じゃあ早速プレイしていきましょう、うん、はい、ではやっていきましょうか。じゃあエンシン君、秘密道具カードを配ってください、はい、5枚ずつだね、うん、はい、じゃあ見てみましょう。はい、おお、すごいことになっとる。シャシャグッジャンケンポイ。おい、じゃあパパからだね、うん、じゃあボール入れますね、うん、パパはジャイアンで、エンシン君はドラえもんです。いくよ、はい、こら、お、4 4言ってください。1、2、3、4。なのにトイレに行きたくなって階層の陰に行くとお宝だ。お宝プラス1枚。はい、やった。海底ステージのお宝カードは何が出たかな。 お、金のコイン4ポイント。やったね。いきます。さあ
6! 6! おぉ1、2、3、4、5、6。なになに？海底遺跡の地図だ。このマスに最初に泊まった人だけ海底遺跡の地図を手に入れる。おぉ、お宝カードはレアだね、これ。いや、いきなりレアかな。海底遺跡のカード、海底遺跡の地図ゲット。おぉ、5ポイント。おぉ、やったね、レア。じゃあパパ行きます。はい、2か2、はい、1、2。あー、海底遺跡の地図のマスだけど過去はもらえません。あー、残念。行きます。はい、3、3。1、2。お、ストップが来た。ストップだね。ジェット海流だ。謎の海底遺跡コースか海に沈んだ伝説の大陸コースのどちらかに駒を置こう。お、謎の海底遺跡か海に沈んだ伝説の大陸、どっち行く？僕は謎の海底遺跡に行きます。あ、謎の海底遺跡に行く。じゃあパパ入れるね。はい、6! お、6だけどこれも一緒だね。うん、はい、じゃあパパは海に沈んだ伝説の大陸コースに移動します。はい、こっちね。じゃあ僕行きます。今来い。2かな。1、2。神殿の扉が自動で開いた。古代のテクノロジーを目撃した。お宝プラス1枚。お、はい、銀のコイン。お、3ポイント、ね、じゃあパパ行きます。2か2。1、2。お、ダイオウイカと友達になりお宝をもらうだって。 お宝2枚だ。あ、やった。いいな。お宝カード2枚。銅のコイン、銅のコイン2ポイントとダイオウイカ。ダイオウイカ1ポイント。ダイオウイカと友達になったからね。じゃあ行きます。エイシン君です。3。1、2、3。謎のトレジャーハンターと出会う。お、海底遺跡の神と戦うときルーレットの出た数にプラス2できる。謎のトレジャーハンターチップをもらう。謎のトレジャーハンターチップゲットです。おめでとう。やった、ありがとう、トレジャーハンター。じゃあパパ行きます。はい、3, 3か。あ、ジャイアンマス飛び越えた。1、2、3。おお。こんにゃく、こんにゃく、マッコウクジラとおしゃべり、お宝のありかを教えてもらうだって。おお、プラス2。あ、またプラス2。1枚目はストロマトライト2ポイントと2枚目は銅のコイン2ポイント。おお、着々と集めてったりよ。おお、よし、じゃあ僕行きます。ドーン。3、1、2、3。古代テクノロジーを使った水中化を発見。スネオなら操作できちゃう。3位お宝カード1枚。あー、普通にお宝1枚。あー、スネオじゃないからね。うん、火曜新査定、うん、2ポイント。1ポイント。うん、1ポイント。じゃあパパ行きます。5。5、1、2、3。あ、ここでストップだね。大陸の王ですね。最初に勝った人だけが伝説の杖をゲット。おー、ルーレットで4以上で勝ちになります。3以下で負け。頼む、4以上来てくれ。 4! 惜しかった。ということで伝説の杖をゲット。おー、はい、こちら伝説の杖6ポイントやっと。ボスを倒したまたは倒されるとフロリダ半島マスに進みます。フロリダ半島マスに行きました。エイシン君、秘密道具を使います。あ、秘密道具、どこでもドア使う。どこでもドア。1から4マスの間ならどこでも止まれる。はい、だから3マス進みます。3マス、はい、3マス進んで1、2、3。お、海底遺跡の宝物庫だ。お宝プラス1枚。海底遺跡の地図を持っていればさらにお宝カードプラス2枚。え、3枚。3枚。お、1枚目はストロマトライト2ポイント。2枚目は銀のコイン3ポイント。おお。銅のコイン2ポイント。おお、いいね、追い上げてきた。じゃあパパも秘密道具どこでもドアを使います。1から4マスね。ここバミューダトライアングルってさ、あのこうな、1が出ないところだよ、ほら、ずっとくるくる回っちゃうから。なんで1です。バミューダ諸島脱出成功です。次からそうだよ、地上エリアに行きますね。うん、負けてらんない、行くぞ。2、1、2。はい、お、ストップ。海底遺跡の神だ。バトルだね。ルーレット5以上で勝つ。あ、ただトレジャーハンター、そうだった、これがあるからプラス2になるんだ。行きます。はい、あ、1位が出てしまった。ということは3になって負けた。負けました。まあ、どちらにしてもプエルトリコ島に移動ですね。負けても勝っても負けてもプエルトリコ島ですね。負けてしまいました。負けちゃったまずはバビューナ諸島から出たジャイアンが地上エリアに来ます。そしたら振るね。4か。1、2、3、4。絶滅したはずのギガンテウス、大角鹿だ。近づくと逃げていくが、そこにはお宝が。お宝1枚だね。絶滅危惧種、うん、絶滅種を発見。そして、地上エリアに行ったので地上ステージのお宝カードに変わりましたね。はい、コスタリカの石球だって3ポイントゲット。おお、秘密道具どこでもドアを使います。はい、3マス進みます。はい、了解です。1、2、3。まあ、これでシンクもバミューダ諸島を出してたね。はい、
はい、ではパパのターンですね。いきますよ。5! 1,2,3,4,5 落とし穴逃れてよかった。謎の少女が寒さで震えている。気がつくと少女はいなくなっている。謎の少女チップをもらう。やった、謎の少女チップゲットです。じゃあヤシンくんも強いやだね、うん、はい、じゃあ行ってください。ドーン3 1,2,3。お宝カードをどれか1枚捨てる。代わりに山札から1枚もらう。あ、どれか1枚捨てるから海洋深層水を捨てます。新しいお宝カードを地上ステージのカードで、エメラルドの指輪5ポイント。おお、よかったね、儲けた。木こりの泉、さすが。はい、じゃあパパいきますね。6、はい、1,2,3。 おっとバトルだね。マンモスとバトルかな。最初に勝った人だけがマンモスの牙をゲットだって。わあ、5以上か。5以上はこれは辛い。じゃあパパ、この秘密道具カードの人間機関車セットを使います。バトル時は自分の出た数にプラス3できます。あー、すごい、これはいいよ。いきます、来い。4、7になったので勝ちだね。マンモスの牙をゲット。よっしゃ、ということでマンモスの牙ゲットです。7ポイント、イエーイ。で、ボスを倒すと密林の麻薬石エリアに移動ですね、うん、で、この密林の麻薬石エリアは秘密道具の通り抜けフープを使うと灼熱の砂漠エリアに進むことができる。なんと通り抜けフープ、パパ持ってる。うそーん、灼熱エリアに移動。ボヨーン、うそーん。じゃあ僕行きます。カロン、5、1,2,3,4,5。お母さん白クマが襲いかかる。お宝マイナス1。あら、ドロマトライトを捨てます。はい、おっと、どれ。5、お、1,2,3,4,5。お、取り寄せバッグ。誰かが持っているお宝カードをどれか1枚奪うことができます。やだ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 。じゃあエメラルドの指輪頂戴しちゃうかな。おい、見てよこれ、シンク。うわー、負けてる。アウファだよこれ。ハッハッハ。いきます、ほい。 1、 謎の少女が寒さで震えている。気がつくと少女はいなくなっている。謎の少女チップをもらう。はい、じゃあ謎の少女チップ、エイシン君どうぞ。ありがとうございます。これでチップが2つになった。じゃあいくよ。2 1 2。謎のトレジャーハンターにお宝を奪われるだって。お宝カードレアを持っていればそのうちどれか1枚を捨てる。トレジャーハンターチップをもらうだって。あー、レア1枚どっちか捨てんの。うん、伝説の杖捨てます。あー、だけど謎のトレジャーハンターチップをもらえるんだね。お互いに両方チップを持ってね。そうだね、はい、僕行きます。3、1だ。1、よいしょ。ペンギンの親子に会う。静香ちゃんならさらにお宝カード1枚。普通に1枚でございます。はい、どうぞ。やっと地上ステージのカードが銀のコイン。はい、じゃあいきます。4 1,2,3,4。ファラオの呪いにかかる。ポイントが一番高いお宝カードを捨てるだって。ということは、うわ、これだ。マンモスの牙を捨てることになってしまった。両方レアカードがパパがなくなった。なくなった。4 1,2。 おバトル、バトルだね。これ勝っても意味ないけど一応5 勝った。勝った、勝ったけど、まあ特にないね、うん、で、ヘイシン君は灼熱のエリアゾーンに行ける通り抜けフッパーを持ってみますか。ないないですか、うん、あら、残念でしたね、それは。3 3 1 2。 おっと、ストップが出ました。宇宙飛行場だって。4ポイント以上のお宝カードで宇宙服が買えるんだって。買っても買わなくても次の回に宇宙エリアからスタート。誰かに買われてしまったら他の人は買えないんだって。4ポイント以上の方からはあったね。4ポイント以上は、あ、金のコインもある、よかった。じゃあ金のコインを払って、宇宙服ゲットです。10ポイント、はい、じゃあどうぞ、エイシン君。4 1 2 3 4。ん、全員が持っている銅のコイン、銀のコイン、金のコインを全て奪う。あら、パパも。はい、なんてことだ。銅のコイン奪う。2枚回収でございます。奪われちゃった、エイシン君に。銅のコインがすごい増えたよ。銅のコインと銀のコインが3枚ずつある。ほんとさ、いいじゃん、小金持ちだよ。小金持ち。はい、そしたらパパは宇宙エリア行きますね。宇宙エリアはここからスタートです。はい、宇宙エリアですね。宇宙エリア、ここに最初に来た人は好きな隕石ホールから隕石を落とせます。やばい。当たるか落ちた人からお宝カードどれか1枚もらうことができます。やばいやばい。よし、ここで
なんか持ってんの？秘密道具、左マント。あ、隕石、落とし穴、空気砲の効果を無効にできる。あら、そうか。まあでもせっかくなんで落としていい？あー、隕石落とします。あー、あ、あた、落ち、当たりもしなかったね。残念。はい、じゃあパパ、ルーレット回し。はい、6、1、2、3、4、5。危なかった。6。うわ、ブラックホールだ。ブラックホール、お宝カードをどれか1枚捨てる。捨てないなら1回休みだって。うわー、どうしました？ダイオウイカを捨てます。友達になったけど、まあね。いきます。はい、ドーン。1。あー、ジャイアンなら右隣の人からお宝カードをどれか1枚もらう。ジャイアン以外ならジャイアンにお宝カードをどれか1枚渡す。 ありがとう。これひどいマスだね。はい、銅のコイン返します。銅のコインはエンシン君からもらいました。これだよね、うん、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これだよ。ひどいわ。はい、ではパパのターンいきますね。5、5、1、2、3、4、5。あ、うわ、敵の塔が切れそう。焦ってお宝カードをどれか1枚捨てる。ゲー、ストロマトライト、これ捨てます。はい、うわー、減ってきた。いきます。はい、カラントン。6。1、2、3、4、5。バトル、ね、バトル。最初に勝った人だけがレアメタルをゲット。お、5以上で勝ちだよ。お、秘密道具何か持ってるかな。秘密道具、どこでもドア。自分の出た数にプラス2。おお、うん、お、5だ。やった、あった。ということはレアメタルゲットかな。やった、レアメタル8ポイントゲット。おお、すごいね。はい、で、エイシン君はボスを倒したので、この灼熱の砂漠エリアに移動だね。うん、やっとここまで来たよ。さあ、では行きますね。5、1、2、3、4、5。ホワイトホール、自分より後ろの人の駒一つをこのマスに移す。移された人はお宝カードをどれか1枚渡したって。じゃあ僕はここまで一気にワープだ。じゃあパパに何あげようかな。これ、よかったね。一気にここまでドラえもんワープ。銅のコインあげる。ありがとう。銅のコイン、結構さ移動してきたけど、銅のコインなの？銅のコインかよ。ここまで来たらこっちのもんだ。あ、やばいな。6、6、1、2、3、4、5、6。やった。マジで最初にゴールした人が幻の惑星をゲット。幻の惑星15ポイント。へえ、これはまずい。ゴールなので一番上までじゃーん、ドン、来ました。なんだよ、なんか一気に大逆転だな。おかしいな。 6。 あ、これでここも1、2、3、4、5、6でジャイアンもゴールです。だけどこれでパパが6が出れば幻の惑星奪い取ることができます。来い、6。3。でもジャイアンもゴール。はい、そんなわけで、じゃあカウントしていこうか。どれぐらいになったかな。じゃあせーので、自分のポイント言いましょうね。せーの、40ポイント。え、40 40? 最後のこのどこどこだの1ポイントで40ポイントになりました。40ポイントだ。大逆転。あれ、結構パパいい感じに言ったの。これだよね、ホワイトホールだよね。ホワイトホール、マジありがとうございました。いや、てかパパがジャイアンここ止まったからさ、ホワイトホールでこっちまで来たのに。嘘。相手のおかげでコールを早くできたと言った。エイシン君、どうでしたか。すげー楽しかった。楽しかったですね、うん、はい、ということで、今日はこの辺りにしたいと思いますね。待って、罰ゲームがあるんじゃなかったっけ。そうでした。最強最悪の罰ゲームがあります。はい、これほんと辛い。自分で考えたのも辛いんだけど、うん、1分間変顔でございます。おこれきつい、本当にね、うん、パパの変顔1分間、うん、早速やっていきたいんだけど、その前にこの5秒間、この間にこの動画がいいなと思ったら高評価、そして説明概要欄の方のリンクチェックしてみてくださいね。はい、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、高評価してくれたかな、うん、説明概要の方もチェックしてくれたかな、うん、はい、じゃあパパの変顔やっていきましょう。ストップウォッチ、イーシン君に押してもらいますんで、1分間、スタートからストップまで行ってもらえますか。
か。はい。じゃあいつでもどうぞ。いきます。スタート。今何十秒ぐらいですか？30秒。30秒。終了でございます。きつかった。はい、ということで今回ですね、ドラえもん立体地球大探検ゲームで遊んでみたんですけれども、エイジ君改めてどうでしたか？すごい楽しかった。すごい楽しいね。いろんな要素があってね、楽しいね。お宝こうね、奪い合うっていうのも面白いし、この隕石の要素も面白いしね。今回ね、2人でやってみたんだけど、このゲームは2人から5人まで遊べますので、もうちょっと大人数でやった方がさらに盛り上がるからね。そうですね。はい、ということで今回はドラえもん立体地球大探検ゲームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はいつものとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。